<で>さあワンマリガンの高尾選手ですかね。さあ者がスタートップ。はい。佐松はボマ取り決勝。あこれですよこれこの環境の二大、うん、勢力の戦いまあでもこコテ踏んだ上でマリガンしてますからね<ー>とりあえずまあこれにはショックが飛んでくるとして。うんはい、はい。で。 さらにボーマットの休止で2枚目 2>、うん、ライフは18でえー田無さん的にはここまでは分かっているのでこの次にこのボーマットの休止を止めれるかどうかですね除去で止めるのかあるいはクリーチャーで止める止,め止まりたいなみたいな感じで出すのか、うん、どうなんでしょうかね、うん、ここですね これは止まってほしいな的なように見えますね。うん、ショックされたらもう最悪の最悪のショックが来ましたね。からの3点で3枚ドローに最低でもこれで3枚ドロー保証になったとこうなるとちょっときついのはテ、うんえー、ィムール側の棚橋さん。うん え直目の前で対処しないクリーチャーが3ここから多分追加で1体が増えて攻撃みたいな感じで3体になった上で追加ドローンまであるのでかなり厳しいですね。何が出てあまあまあまあ9体点正直言うと前のターンに多分そうですね調和を引いたんでしょうね。調和からの 銃で44相当になる木花が10だと、えー、1枚の火力では焼けないので盤面が止めれたのですが、うん、多分、引かなかったあるいはなかったので、うん、しょうがなしに、えー、い道路の召使いを出して、うん、で頼む、止まってくれみたいな感じにショックが棚橋、うん、さん的にはちょっとこれ、まあ、悪いことはないけどもういったん早くほしかったなというような状況でしょうか。うんうん 一方で高尾さん的には、うん、どうしようかなというところでしょうね。うん、これをそうですね、急種で攻撃しないということは手札はできれば残しておきたいと。えー、おもしいことに、はいえー、ラムナプレットって、うん、マリガンした方が強いバージョンが何個かあって、はい、今がちょうどそういう状況でマリガンしたことによって、はい ちょうど実はこのターン中にハゾレットがあったら走れたっていうそれがないでしょうね動き的になさそうでターン返して終わり土地を置いて、うん、さてチャンドラと l k の収集艇が見えますが、はい、どううでしょうねん難しいところですね、うん チャンドラーをタップアウトで出すと壊されに行った上でなおかつボーマットの,もの休止も死んでしまうと何もできないという状況を嫌って相手ターンを返したっていうのが高尾さんなのですが、うん、ここで引いたカードもそれなりに影響力があるカードでかつ、田橋さんの5マナ立ててエンドというのが不気味すぎてどういうふうに動こうかって攻めあぐねてますね。うん まあ、チャンドラがあったので前のターンもそこのももあしげなアタックをできたのですが、うん、まあそれは一応継続ができると、うん、でそれに対して、棚橋さんが怪しさを感じてあえてスルー、うん、で収集艇が出てきてでここで何を持っているかのあぶり出しを行ったのですが、うん、棚橋さんの回答は何もない除去もないなるほどみたいな感じなのが現状の えー、選挙でしょうか高尾さんがかなり有利にゲームを進めているように見えます。さてインスタント除去がないというのが、まあ、ほぼ確定してしまった棚橋さんですが、うん、何にしようかでうなるほど、うん、両外の応酬で収集点を奪って戦線をまあまあまずはとりあえずは、うん、みたいな感じでしょうかね。こうなってくると ボーマットの休止がオンになってしまうのですがこれ対応して、えー、自分自身を登場してやればタップ状態になるんですがそれはししませんでしたね、うんえー、ボーマットの休止でまず、えー、収集艇を、えー、起動して収集艇自身の能力で収集艇を起動することによってタップ状態になるのですがま、うん、まあまあそれはやる必要は特にないという判断でしょうかね。休止うん ボーマ又は休止だけでどうせ殴るから関係ないみたいな感じなのかなこのティムールが、はい、先ほど5マナを立てているのが不気味ということだったんですけれども、はい、やはりインスタント除去が、えー、その際の脅威になってくると,うと、ね、そうですねティムールというのは強いカードを順番に叩きつけていくタイプのデッキなので、うん、5マナ、4マナあたりがちょうど その赤単にとって一番厄介なカード例えば、えー、ハイドラであったり逆毛のハイドラ、うんうん、あるいは栄光をもたらすもの、うん、入ってる状態だとスカイソブリンだったり4色、えー、であればそうですね、スカラベの神なんかが出てくる出てくるし出すことによって盤面のインパクトと、えー、その後の対処を要求することになるので。うん ね出し得なのですよ、ね、それをあえて出さなかったように見えたので高尾さん的には警戒レベルがぐっと引き上がっている,る出さない限り理由がある手札がこんなにあるのになぜ、うん、あ,のあえてターンを返してくるか普通に考えると除去・除去みたいな展開で2アクション取れるから、うん、あえてターンを返したように見えるんですよね、うん、というやり取りがあったのですが、うん、実はあんまり大したことはなかった。 なので,そうです、ね、不審を感じながらも、まあまあ、高尾さん的には今の状況でもちょっとずつ優位になっていくのでなぜなら、うん、棚橋さんが何もなければこっちが展開している分だけ優位になっていくので、うんまあ、とりあえず、そこまで攻め込むこともないし、うん、チャンドラを出して壊されてひどいい例えばこういう感じですね、うん、栄光をもたらすもので殺された上で盤面が壊滅して何もなくなるよりかは。 ゆっくり行こここうううというような感じででしたね、うん、さあここで栄光をもたらすものを出して冷凍の収集点でハンコをつけてアタッくとですがかなりライフもですねうん栄光をもたらすもので登場して3点回復という方向はなかなか珍しい確か、うん、に栄光をもたらすものがブロックに参加することはなさそうなので。うん 追加の合わせ技の除去をされるよりかはカード自体がやっぱり棚橋さん土地を引きすぎている感はありますね、うん、ちょっとガス欠になってはいるのですが、うん、奪った収集手がいい働きをしてライフが回復していくので、うん、意外と意外、うん、この状況は難しいですね、うん、お互いにとって難しいですねちょっと大きく動くと 何かで反撃を食らってしまいそう、うん、特に、棚橋さんの方はリソースがえ土地以外のリソース、うん、自分がカウントできる戦力は少ないので、うん、そうですね今回は分特例をしてえクリーチャーの頭数を減らしていく冷気の収集艇で一ブロックもできるよと44、うん、以上になると途端に。 劇的に壊しづらくなるので赤タン側は4というのが何というんでしょうね逆マジックナンバーみたいなものですね。ハゾレトが出てきてしまった,った、えー、このパワータフネスが44以上が対処しづらいデッキの中でそういうのをぶちかます。うん ためにはいハズレとなり霊気の収集艇なりを多分メインで高尾さんは入れているという選択をしているんでしょうね追加のそう殴り切れるためのクリーチャーみたいな立ち位置なんでしょうか、うん、ここでオーラアタックはいそうですねライフが返して死ぬことがおおむねなさそうなので一応見た目上クリーチャーを1体展開された上で収集艇が登場アタックで えー、5 4 3 12点まで見えているのですが、うん、まあ大丈夫でしょうと逆に、自利品になってもしょうがないのでここは攻めどきかなという特例、うん、で栄光をもたらすものが起きないというのもあるし、うん、ま,あまあ死ぬことはないしで確かにこれは攻撃した方が良さそうですね。 これで9点取ってライフが1位いいアタックですねこれでハゾレトを奪うことはできても、うん、その後で詰まっちゃっているのかなうん、うんうん、栃木を投げつけて2点当たってしまうので クリーチャーを対処しつつ、ハズレとこのターンを奪っておかないといけない、いいトップデッキをしたのですが、ギリギリリいいいけけるのかないけないですね。うん、はい、さあ、ここで田中選手が投了と、田中さん的にはもう1枚土地じゃなくてクリーチャーなり、受去なりだってあればっていう感じでしょうね。う あの簡単なゲームのことは別に意識しなくて難しくなるゲームの時にどういう風なゲームプラをとってれば勝ってたかあるいは勝負になってたかあの結構、このマッチアップティムールも赤田もそうなんですけど、うん、圧倒している時って本当に何も考えずに右から唱えるだけで勝つんですよ逆にそうじゃない時にどういう風なあのうまいことをなんとかやらって。あの なんでしょうね、擦るように一本取っていくか、うん、あるいはその一本を守るかっていうところについて研究した方がいいとは思います。うんうん、今回は棚橋さんが土地が止まってしまった、うんね、厳しいですね。できればここもそうですね、エネルギーが四つの状態で。 錦鯉を出したかったんですが、うん、それができないさまたも土地が引けずでそろそろボーマットの休死も対処しないといけないのでこのターン除去を構えるターンにしましまたね、うん、除去を構えるというか除去を打ちましたね、うん、何かで対応されると面倒くさいということでしょうね。うん 高尾選手ボーマットの球種起動しませんでしたが手札にはやはりクリーチャーがたくさんいるような、まあ、単純に現状で3なので、うん、手札が4枚あれば理論上はそうですね、うん、得ではないという土地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 くらいの状態じゃない限りは起動しないかなという、うん、で展開がさらに開いちゃいましたね,、うん、ねここでもまだ引けないうーん これは残念ながらそのさっき言ってた簡単なゲームの方ですね、うん、もうここから取り返すことはできるのかな、特殊なサイドボードを棚橋さんがやっている、例えば、うんえー、3点オール、相法用でしたっけ、や、うん、けつく相用かな、うん、とかを取ってない限りは逆転できないかな、外れとも走ってきますしね、うん、おそらくは。 まさにそのハゾレト、まあ、とりあえず合わせて引,き引かせたくはないこれ以上差をつけたくはないってことでサッカーが打ち込みましたが、うん、ハゾレトが出てきて、うん、もうちょっと間に合わないかな、はい、ゲームセそ、ね、こ,こで投了と。はい スラウンド3は高川翔太選手の日本選手しての勝利となりましたおめでとうございます、はい